はい、今回の動画は PowerPoint 2019の新機能で画面切り替えの変形の使い方をご紹介します。で、この変形というのがどういったものかというのはもう実際にやった方が、ね、分かりやすいのでね、早速ですねこちらのスライドを使ってですねこの変形の効果をね入れてみたいと思います。それではね、まあ、今回はですねこの単純な丸とねこの四角と三角の図形ですけども、まあ、これにですねこの変形の効果をねどういった形で入れるのかというと、まずはですねこのね今一つスライドがありますけども、このね変形の効果を入れたいスライドをですねもう一個複製してください。なんでね、この左側のところでスライドを選択した状態で、まあ、コントロール D でね、複製してもいいですし、あとはマウスの右クリックでですねスライドの複製っていうのをねやってもらっても複製できますんで、これはねやりやすい方でやってください。はい、で次にですねこの複製ができたらですね複製した方のスライドの方のですね、まあ、今回で言うとこの図形をですねこのマウスの操作とかでねいろいろちょっと変形をさせます。まあじゃあ今回はちょっとじゃあ図形を、まあ、こんな感じで少し、まあ、大きくして、であとちょっとこれを少しね上下とかにこんな感じで動かしてみましょうかね。まあ、ちょっと今回ね、この動画を撮ってるあれなんで簡単にいきますけども、まあ、この図形の方をですね、この少し変形をさしました。で、この状態でですね、この画面切り、こちらをクリックします。はい、そうするとね、この中にこの変形っていう効果がありますんで、こちらをクリックします。はい、これでですね、変形の効果が入りました。じゃあね、ちょっとスライドショーでもう一回ね、見てみましょうかね。なんでこれで最初からをクリックします。はい、まあ、こういった形でですね、この効果が入りましたということですね。はい、といったことでね、今回の PowerPoint 2019で追加されたこの変形ですね、まあ、結構ね、使うとですね、効果的なですね、このスライドショーが作れると思いますんでね、まあ、ぜひですね、こちらの変形もですね、うまく活用してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。